どうも、オカルトグループ田中俊樹です。どうも、元加速職員のゲタ花野です。夏ですね、田中さん。いや、暑いわ。暑いよね、やばいで、俺んちマジで。いや、もうあなたのお家、僕もう行きたくないもん。もう家が汗かいてる。家自体が、あ、そう。常盤湯の常盤湯自体がもう暑いやん。うん、暑いね。溶けてるで、常盤湯常盤湯が、あ、そう。もうでも本当にもう夏場ね、ちょっともう田中さん家やから、こっちに来て、撮影マジで。暑いで、マジで。もう来たらびちょびちょやで。そう、うわ、嫌やわ。そのびちょびちょの田中さんの汁が蒸発した空気の中に入っていくわけでしょ。俺だけじゃないよ、アプスーもびちょびちょ。うわ、もう嫌やわ。どっちもええ年やからな。まあでもね、そんな夏ですけれども、不思議大百科の T シャツあるでしょ。はいはいはい。で、あの前作って、速攻でなくなったやん。あ、でそこから僕らもあの配送業務が嫌すぎて、ずっとあのごまかしごまかしこう生き続けてきたけど、さすがになということで、また不思議大百科の T シャツをね、あの販売しますよ。ああ、で明日から。もうええで。明日からもう配送作業あるし。ほんまにライブ会場みんな欲しがってるから。ライブ会場だけでええんちゃう。ライブ会場って言ってるやんか、持っていくのめっちゃしんどいで。配送作業じゃほんまに、あの皆さん、田中さんがあまりにもお金ないからちょっと T シャツ作ろうって言ってきたんで、あの T シャツ作りますんで、本当に明日販売。明日、ああ明日ね、明日の夜9時に、不思議大百科のホームページで販売開始します。はいはい。でデザインが、あの今回ね全部黒 T なんですよ、なんですけど、あの1個は前作ってたの黒の T シャツで、緑の不思議大百科のやつ、はいはい、あったでしょ、光るやつ。そうそうそう、あれのね、あの赤、あ、ピンクバージョン、ピンクバージョン、そう、ピンクバージョンが今回新たに黒とピンク合うから、そう出てきたのと、あともう1個はこれだから、ハリー画伯のね、あ、ハリーさんが、ハリーさんの、あのサマソニーにも出たという、あのハリーさんが不思議大百科へって言って書いてくれたデザインがあるんですよ、それはリュウコのデザインで、それのデザインの T シャツ。おお、これはなかなかちょっと熱いよ。そうやね、もうだってハリーさんなんかめっちゃ売れっ子のもう画家さんになってきてるし、大阪のね。で、あの不思議大百科見てるんですよ、ハリーさん。そう、見てくれてる、めっちゃ見てくれてて、だから、あの絵を見たら、田中さんが龍で僕虎なんですけど、虎ね、平行いてるんですよ。ああ、さすがやな。で、龍のひげあるじゃないですか、龍のひげが虎の鼻の穴にガッと入ってます。あいたずら心いっぱい満載の、分かってる、ね、そう、分かってる、ハリーさんの絵は素晴らしいですね、イラスト。なんか、なんやろな、こうポップさと、力強さがね、力強さとあって迫力あるし、あれはちょっとね、まあだから、それはまた販売、明日の夜9時21時から販売しますんで、皆さんぜひよろしくお願いいたします。でね、まあ、今後ね、面接ほらするじゃないですか、面接した時にそういう配送業務もいるよね。ああ、それはいるね、マジで配送業務員ほんまに欲しいわ、はい、まあまあ今回は多分2人でやることになると思うんですけど、ね、ここの空間でね、はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。家が汗かいて、家が汗かいて、家が